ちゃいます。でこの試合が高田対エメリアエンコ・ヒョードルというリングスロシアの選手です。これヒョードルフがあの三歩系の選手だと思ったんですけどね、はい、打撃がすごかったですね。 あっという間これ12秒です。ロシアでこんだけ打撃が上手い選手初めて見ましたね。あ、そうですか、はい、これ打撃の経歴は書いてないですよね。手元にプロフィールあるんですが、これでまたサンボとかそういうのも強いと思ったらやっぱり恐ろしい選手ですね。あ、そうですよね、はい、今そういった技もちょっと見たかったんですがそれはほとんど出てきませんでした。97年サンボのロシア選手権で優勝している選手です。ヨーロッパ選手権でも優勝、あと柔道もロシア選手権で優勝しています。